はい、というわけでお疲れ様です。お疲れ様です。すいませんね、これ見てくださってる方、まず開演が遅れたことをお詫び申し上げます。想像もつかないようなトラブルが発生しまして、ね、すいませんでした本当にもう結局原因が未だに分からないんですよね。あ、すいません吉田さん、ちょっと今もトラブル中で。マジっすか。ちょっと待ってもらって、今どういうトラブルが起きてるの。ちょっと繋いでおいてもらって。はいはい、今どういうトラブルが起きてるんでしょうか。ちょっとね、突然ネットが繋がらなくなるという。マジか。羽子さん、もしも、はい、なんか今繋がってないらしいですよ、はい、いや、なんかあれですか、動画自体。うん、はい、何か呪いが発生しているようですね。ね、ね、うん、じゃあ送って、はい、はい、どうしたらいいんだろう。いや、特に大丈夫です。私は何も大丈夫です。大丈夫かしら。はい、これですね。どこに行けば新アドレスはありますか。あ、今吉田さんにも送ります。はい、ちょうだい。メッセージで。はいはい。はい、よっ、ツイート、回線が切れましたと。はい、新アドレスですと。動画自体は撮ってる感じなんですかね。どこで切れたかな。最後の朗読の最後の最後の方で、うん、マジか。え、撮ってますよね、でも。撮れてはいるんですけど、まあ、一旦途切れてはいます。なるほど。今は繋がってます。今は繋がってます。はい、というわけで、今ちょっとツイートもしましたが、回線が切れました、なんか最近ちょっとこういうの多いんですよね。なんでだろう、呪われてるとか。なんか申し訳ないとか言って。いやいやいや、こちらこそ本当に申し訳ない。何がいけないんでしょうね、本当にね。なんとも言いようがありませんが。いやー、アーカイブみたいなのであれするんですよ、ね。一応アーカイブで見れるようにはしますんで、大丈夫だとは思うんですけれども。うん、はい、というわけで、ただいま朗読していただいたのはこちら。高山羽子さんの本で、板場所、これは2018年ですね、2019年1月発行、川出消防新社の単行本で、今、読んでいただいたのは収録作の、まあ、表題作である板場所の、まあ、ごく一部ですね。これ発表がいつだったっけ、文芸2018年、そうですよね。なんでこれ書こうと思ったんですか。すごい根本的な質問なんですけど。うん、いや、これめちゃくちゃ好きなんですよ、俺本当に。ありがとうございます。うん、これすごくまあ、なんていうんですかね、昨日ちょっと久しぶりに昔SF マガジンの別冊の SF が読みたいっていうね、その中の世代別 SF 作家紹介みたいな特集があれ、はい、高山羽子さん、私が担当してレビューを書いたんですけど、ありがとうございます。その時にはいわゆる忌憚みたいなことを書いたのかな、要するに奇妙な話という、その SF としてのその
サイエンスがどうこうというのではなくて、やはりその SF ってものが包括するその奇妙な物語というものを、まずかその SF 冬の時代みたいなのが終わって雪解けになって、そういうのが受け入れられる土壌がちょっとずつ出来上がりつつある中で、羽子さんが登場したのはすごく象徴的だなっていうことを確か書いたと思うんですけど、この板場所っていうのはやっぱりそういう意味で非常に悲嘆で、やっぱりそのデビュー作、デビュー単行本である「うどん狐つき」のとも、もちろん線でつなげられることもできるんですけど、なんかいわゆる平面上の直線でつなげるというよりはまたちょっと違う位置にあるように思えるんですよね。なのでちょっとこれすごく好きだけどすごく不思議だなと思って、何かきっかけみたいなことってこれあったんですかね。特にない。でももう元のと、言葉っていうのと、言葉、文字とか、そういうものと、あと地図、マップですよね。そういうものとの、要は、地図って文字でが入っているものじゃないですか。で、そういう、しかも、そういう、なんて言うんでしょうね。地図にあるはずのものがないとか、なんて言うんですかね。ちょっとどうしても、今この時世ってもうネットとかで、なんて言うんですね。ストリートビューみたいなまで見えるような状況で、なんかぼやけて見えないとか、そういう、そのぐらいの、なんていうのかな。そのぐらいの不明瞭なものって、割と多分あるんですよね。そういう、例えば字とかでも、やっぱり、意外と英語とかって使われてなかったりとかして、日本の看板とかでも。そうですね。で、一体これは何屋なんだみたいに、多分他の国の人とか思ってるんだろうなっていうようなものとかも結構あって、そういうのとかに、結構ずっとそれに関しては気にしながら書いているので、割とどの話も地続きといえば地続きというか、いう部分は結構あって、今回はこの板橋は特にその地図と、あとその地図に絶対、人がいるにしても本当にちっちゃく多分いるはずで、そういうものが自分の体の中にあるものと、自分の体のにも地図じゃないですけど、何かそういうマッピングされるものが、位置関係っていうのがあって、そこに、その場所にある多分微生物じゃないですけど、何らかの細かい何かが多分共存していてみたいな、その腸だったら腸にいる菌とか、なんかその肺だったら肺にとかっていう、何かそういう、爪だったら爪とか、そういうなんかものと、その地図っていうのが割とこの話の中でちょっとつなぎ、一つのテーマなんだけどつなぎことが可能なんじゃないかなって思ったっていうのが結構大きいかもしれないですね、最初に。なるほど。言葉っていうテーマは確かに初期の、うどん狐つきの時からありますよね。で、それはさっき言った文章でも確か同じようなこと書いたんですけど、言葉というものがその内包する、なんていうんですかね、別の世界を想像する力みたいなものと、だからその意味ではその言葉と地図、マッピングっていうものがリンクしてるっていうのは、何重ものそのレイヤーの中でありますよね。なんか言葉が世界を生成するならば、地図も作れるわけだし、で、その地図の中には言葉が書き込まれているっていう、そういう入れ子構造みたいなのがあると思うんです。ただ確かにそういう小説ですよね。私がなんかこの中で一番好きな箇所っていうのが、あれですよね。
書けないと困るところがありますよね。地図、地図が、はい、うん、日本の暮らしている町の地図を書いてみてよって言われて、書けないって言って、その鉛筆の芯が震えてるっていうところ、うん、ここの産業がすごく好きなんですよね。嬉しいな、うん、これがうん、これがなんかすごく ここなんだ この小説の中で ここなんだろうなっていうのがすごくあって、そう、なんか、うん、結構そういう時って、うん、多分人間あって、うんうん、あのなんかこう道を聞かれた時に、はい、なんか紙とか出してきたからなんか書こうって思っても、はいはい、なんかハッとなんか、うんうん、あれ書けないみたいな、はい、うん、ずっとこの駅使って、はいはい、なんか書けないっていう時って多分、うんうん、はい、そういうなんか、はい、なんていうのかな、あれっていう震えみたいな、あの、うん、指先の震えもそうだけど、はいはい、なんか脳の中の、はいはい、うん、心の中の震えっていうか、はいはい、そういうのも結構絶えずあるような感じ。ここでそう、やっぱりその どうして震えるかって、やっぱりその瞬間になんか自分自身ってものが分かんなくなる瞬間じゃないですか。自分が自分だって信じたものが、うん、実は自分ってものの、その存在のなんか確かさってものが揺らぐ瞬間ですよね。それはその中にある自分、ひょっとしたら自分はその自分ではなくて、その自分の中にあるもっと小さな存在なのかもしれないし、でもそこに多分明確な線は引けないわけですよね。なんかそういう自分ってものをすごくその疑う瞬間みたいなのがすごく感じられて、すごく好きなんですよね。ありがとうございます。というわけで、はい、いやすいません、大丈夫です。え、いや言ってくださいよ。ね、こういう、はい、いや違うんですよ。こういうか、はい、こういうなのね、あのオンラインのやつ、はい、なんかあの相槌の打ち方とかがよくわからなくてジャムるんです。会話本当すいません。いやいやいや。さて、ではちょっと続きいきましょうかね。はい、というかあと一本、はい、とりあえず読む予定なので、はい、同じ収録作の中の、ガマダレという作品を、朗読していただきます。はい、じゃあまたちょっとこっち側で、いじくります。いや、そしたらあの合図しますので、よろしくお願いします。ガマダレ。パンという清冽な音を立てて、女の包丁が釜の頭を落とす。まな板代わりに高さに置いた桶の蓋から頭が転げ落ちそうになった。女は慌てて手のひらで受け、皮もで簡単に儀式めいた調子でちょんとだけすすいで桶に放る。白く長い指が切り口から差し込まれる。ガマの中身を探る間、女の目は上空をさまよう。ガマの体を見たくないからではない。単に見えない場所に手を差し入れて探るときに、女のする癖みたいなものだった。くるりくるりと女の目、黒目が上を見てとどまる。空模様の観察は火事のうち一等大切なことだった。女はそのやり方を親ではなく男に教わった。この空の調子だと夜には降るな、しかもひどくと女は思う。女の指がいくつかの勘どころを探り、力を入れ、クッ、クッとねじって抜くと、みずみずしいガマの中身が引きずり出される。昼下がりといえども、外の空気はしみるほど冷たかった。そのため、引き出された中身からは、変温動物もそれであるにもかかわらず、ふわりと白い湯気が一瞬立ち、
しかし、その瞬く間に冷えた臓腑は、虹色の液体を伴って紐状に伸びきり、心もとなげに漂って下流へ引き流されていく。それを狙って、河原の大石に止まったカラスが二つ鳴いた。カラスは賢い。ガマの表皮には千毒があり、またえぐみも強いことを知っているので、野にいるガマをついばばない。女は毎日カラスに会釈をするのを習慣にしている。カラスは女の顔を覚えている。カラスは挨拶によって女を一個の生き物として認識しているところがあるようだ。そのため、さばいたガマのうち、桶の中にある肉のついた胴体の方には手を出さない。川に流した腹綿の方を満足げに太いくちばしにからげて飛んでいく。澄んだ山の湧き水は清潔なので、ガマの内側をすすぐのには一番都合がよかった。すっかり血の抜けたガマの胴体を、女の冷え切った手がポイと桶に放る。そうやって小ぶりのガマを二十はさばいただろうか。女は腰をトンと拳で叩いて立ち上がる。伸びをして見上げると、男山が広がる方角に、常緑の山肌から白く近代的な建築物が見える。この鉄筋コンクリート造りは、先頃改築された国立の気象観測所だった。最新の観測設備が揃っているらしいが、女は入ったことがない。入ったところで、そんな機械ばかりの建物のことなどよくわからないと考えている。そうして、あの人は、今日も小難しい顔をして数値とにらめっくらをしているのだと想像する。女山の方角には遠く、夕暮れの手前の色の中へ薄く広がる雲がある。雲というより、それは平たい板切れのような、このところ頻繁に出る雲だった。水平に広がる雲を境にして、上と下の空の色がきっぱりと違って見える。これはひょっとすると、思っていたより早く降ってくるかもしれない。と、女は気持ち足を早め、ガマの頭と体でいっぱいになった桶を抱えながら家へと向かう。途中、今にも降ってきそうだったので、女は桶を頭の上に乗せて、足元と頭に注意しながらひょこひょこ歩いた。さばいたガマをいっぱいに乗せた桶を頭のてっぺんに乗せて歩く自分の姿を、女は鏡を見るように思い描く。そのあまりの滑稽な様子に、一人山道の途中でこらえきれず、あははは、と笑う。自分の笑い声が考えていた以上に大きく響いた。驚いて辺りを見回すが、当然のように山道には、後にも先にも誰もいなかった。庭先の洗濯物と、ガマのもも肉を開いて干してある平ざる2枚を急ぎ土間にしまう。生乾きのもも肉を数度指で押し、その指を鼻先に近づけ、悪い匂いがないのを確認してから鉢に積み、いろりの部屋まで持っていく。軒の下に吊るした胴の肉にはすだれをかぶせておく。そうして、明日の朝の庭掃除のための準備に取り掛かる。縁台に藁束を積み、濡れたり汚れてしまわないようにする。
庭の積みわらの方には湿気が入りすぎないよう覆いをかけておく。家屋の周りにぐるりと掘ってある溝を吐き、家に入り込んでくることのないよう浅くなっているところはないか確認する。明日の朝、晴れた際には庭の片付けに使うため、開きを干していた平ざるを戸口に2枚立てかける。普段は暗くなってから2人でせーのと声を合わせて引く雨戸を、立て付けが悪いのに難儀しながら1人で引く。女は庭の支度だけを急ぎ終えると、いろりの部屋に戻り、煙のかかるところに生乾きのもも肉を、細綱でくくって吊るす。こうしておくといぶされて長持ちする。本来はもうちょっと水分を飛ばして乾物にした方が保存が効くが、今夜の天気では仕方がない。女は北の方の生まれだった。そのことを言い訳にする気はないが、注意していないとすぐに塩を多く作ってしまう。酒飲みの大飯ぐらいだった父はそれでも満足していたが、また短命でもあった。皮はよくさらして臭みや江戸を抜き、湯引きした後酢味噌であえてぬたにする。頭は幾度か湯がいては冷水に放すのを繰り返し、すっかりとホロホロになったところを随後と佃煮にする。これらは常備菜として数日持つので多めにこしらえておく。浸しておいた米の釜を火にかける。身の方はよく叩き、おろし生姜と合わせてつみれ汁にすると臭みも消え、体が温まり滋養がつく。このところ気温が乱れているので、疲れて気を抜くと風邪をひきやすくなるから、具の多い温かな汁は夕げの膳に欠かさない。味噌仕立てにしても良いが、今日は香りの良い柚子の皮があるので、くず粉で軽くとろみをつけたすましにする。主菜の身は醤油とみりんとで幾度も重ね塗りながら、いろりで遠めの炭火に置いてじっくり炙ると、淡白なガマの身は香ばしく深い味わいになる。仕上げに山椒を振ってお出しすれば、あの人も晩酌もさぞ進むだろう。でも今日は、としばらくの間考えて、女は上新粉の袋を手に取った。男は天気の崩れないうちに帰宅したので、女は安心した。ただ、男はとてもくたびれた様子で、治りかけのアバタでカサカサに荒れた頬は青白く、表情はなかった。機械仕掛けの木人形の動きで、男は玄関を上がり、女は男の上着、そして帽子を受け取ると、手早く絵文掛けに収める。男は洗面桶に用意された水を使って丁寧に手と顔を拭って、パリッとのされた浴衣に袖を通す。憔悴しきった様子だったが、二三回鼻を鳴らすと、今日は衣揚げか、と女に言うでなくつぶやいた。女は微笑んで、男に向かうでなくうなずく。食卓にはすべての献立が、あるものはよく冷え、あるものはよく温まり、一番おいしいとされる状態で膳の上に用意されている。衣をつけ少なめの油に通された身に、粗く焼いた藻塩を軽くつけ、さくりと刃を入れる。衣の油と、油気のないさっぱりした白身が混ざり合う。繊維の細かい肉がほろりとほぐれて、下味にしませた料理用に用意した甘めの酒の香りが鼻先まで広がる。うまいな。男はしみじみ言う。女はこの時に、自分の一日のいろいろが報われなったのだという気持ちがする。いつもと同じようじゃ飽き飽きかと少ない知恵を絞って、と、
自分の善にはまだ手をつけないまま急いだような早口で言う。申し訳ない。男がワンと箸を持ち下を向いているのが、料理を食べているためなのか、うなだれているからなのか、女にはよくわからない。男が箸と口を動かすのを女が見ている。この観測所の近くに住み着いた当初から比べると、男は随分疲労してきていた。男の肌の荒れもここに来てから始まったものだ。最初は天候によるものか、または食べ物によるものかと女も頭を悩ませたが、女の肌の方はかえって町にいた時よりも白く滑らかになってきていた。女はひょっとしたら自分の体にはこの場所があっていて、山や野に出てきれいな空気や水に触れ、日々歩いていることでどんどん健やかに強くなっているのではないかと考えている。対して男の体の方はこの場所に合わずにどんどん弱ってきてしまっているのじゃないだろうか。女は男に申し訳ないという気持ちになる。ただ心の底から気の毒だという様子を悟られないよう努めて明るく言葉にする。私の方こそ。男は下を向いたまま口に残る身を咀嚼している。女は再び口を開く。でも私たちの悩んでいるこんなことは、どの世界のどの国の方もお考えなすっていることではないのかと思うのです。港のご家族なら毎日上がるお魚をどのように調理して食べるのかを考え、大波に気を回し潮風に悩まされるとか、大きな町のご家族なら商店の安いものを選び、泥棒に気をつけ、下店に気をつけ、乱暴者に気をつけて暮らすような。でもこんな山の中は毎日いろいろ不便だろう。そんなこと、三河屋さんは月に二度は御用を聞いてくださいますし、第一、町はうるさくてあまり好みません。せいせいするくらい。女は大げさに声を弾ませて言う。私の方はもううんざりだと男が言う。二人しばらく黙って、次に口を開いたのは女の方だった。余計な口を聞いてしまったとしたら申し訳ありません。男は女の方を向く。女は男のかつてのつるりと光る血色の良い頬を思う。お仕事は思わしくないのですか。女が尋ねるのに男が箸を置いて答える。今日は中央研究所の視察があって、さまざま手を尽くしてくださったんだが、予測の立てようがない。この天候は観測所の周りだけなのでしょうか。麓の町は平気なのでしょうか。今のところは平気でも、こうなっている状況の理由がわからなければ、いつどうなるのか、そうなった時にどう対処するべきなのかも見当がつかない。私たちがやらないと国を守れないのだ。私、門外漢の素人考えでございますけれど。女は自分の膝の上に揃えた自分の指先を見る。あれだけ毎日ガマをさばき、寝毒に触れているのに、自分の指は膝のかすりの字が透けて見えるように白かった。その観測さえしなければ、かえってそんな結果に苦しまれることもなくなるんではないかって。男は女がおぞおぞ言うのを驚いたように聞いていたが、女が言葉を終えると口の端に笑みを生んで、お前さんらしいなと言って前に向き直り、箸を再び上げ食事を続けた。男のアバタが咀嚼に合わせて静かに膨れたりすぼんだりする。男が緊張をほどいたのに安心して女は思う。人が観測することができるのは、世の中のたくさんのことのほんの一部の事柄だけだ。
観測したことで、あるいは観測したからこそこの人が苦しんでいるのだとしたら、自分が普段観察している者たち、例えば満足げに飛ぶカラス、川の冷たく清潔な湧き水、柔らかなガマの腹綿、板切れのような平たい雲、それらとこの人の観測していることの数値がほんのわずかでも調和したなら、女がそんなことを考えているうちに、雨戸の向こう側からロン、ペチと一つまた一つ音がする。男が帰ってくるまでに降らないでよかったと女は安堵する。女はこんな天候の日には前もって必ず雨戸を固く閉めておく。翌朝、雨戸を開けるまでは降っていないかもしれないと思わせてやりたいという、そのなけなしの救いのために、バラバラペチペチバラ、またかという声を出す気力もないといったふうに、男は息を一つつく。女は固く閉じられた雨戸の向こう側の光景を想像しながら、そうだ、明日は味噌焼きにしてみよう。こっくりと甘くした味噌だれが軽く焦げ、香ばしく焼き上がったらきっとおいしかろう。そうなるとやはりまた汁はすましになるだろうから、干しておいたももの肉で出汁をとってコクを加えるのがいいだろう。常備菜も明日にはもう一品増やせるなと考えていた。ちょっと長くない、すいません。いや、まあ、ちょっと押したのもありますし、ちょうどいい時間ではないでしょうか、ね、はい、じゃあガマダレとこれまあ書いてなくても分かるシチュエーションと、それをどういうふうに書くかっていうところで、やっぱりすごいですねこれ。最初この板場所をね、読んでもらおうと思ってた時に、このガマダレがちょうどこの季節にいいんじゃないかと提案したのは金子さんの方で、これがでも梅雨がこれだったらちょっときついですよね。そうね、でもまあもちろんそういう話ではないんですけどね、やっぱりこれは、ある意味そのやっぱりこれはすごくその男女というものとして読んだんですけどね、でもそれもちょっと表面的すぎるのかなって気もしますけど、男女に限らずなんか、いや、これをそれこそ こっちの方が最初のもう本当にで最初のスタートは SF のイベントの用の小説、短編だったんです、小編、はい、筑波の、ね、はい、うん、
筑波って言ったらガマでとか その気象観測所があって、筑波は大学、その研究都市なんで、なんかその気象観測があってとかって、筑波山があってっていう、そういう様子から三題話みたいな感じで、要はファンダムの人の、その、なんていうんだろうな、いろんな人の集めるアンソロジーみたいなのに、最初はだから本当に5枚とか4枚とか、だから本当ワンシチュエーション、奥さんが、その奥さんというか女の人がその川にいるだけとか、そのぐらいの感じで終わってたのを、まあこういうご飯を作ろうって想像してるだけみたいな、なんかまあそれで、まあ、これは十分取れるから、簡単にと山で取れるからみたいな感じで想像してるところだけにしてたのを、ちょっと膨らました感じ、膨らましてもまあ20枚あるかないかとかですけど、ぐらいの感じなので、どちらかというとスタートラインはかなり SF というか、そういうところの人たち容認って言っちゃうのもあれなんですけど、最初の出だしはそんな感じだったと思います。いや、でもそう考えるとめちゃくちゃ怖いですね、やっぱり羽根子さんって。なんか、いや、そんな、いや、恐とろんでしいも人なだいです。な、やっぱり。すごい、これをね、ぶっ込んでくるのは、やっぱりすごいな、なんか、やっぱり、とんでもない。まあね、前回の、北野さんもそうなんですけど、やっぱりちょっとこういう、なんか、人間と人間のその関係の中にある種の残酷さみたいなのを描ける作家さん、俺、すごく好きで、やっぱりそこは、なんか、北野さんも、羽根子さんも、それぞれの視点で、そうした残酷さを、なんか、さらっとってんじゃないな、何かスッと差し出してくれる感じがすごく好きなんですよね。なんで、とてもありがとうございます。まあ、というわけ要で、は、あれ、はい、はい、あ、大丈夫ですよ。大あ、丈夫、大違丈う夫。んです。いや、大丈夫です。SF の人たちには、なんか、なんだこりゃって言われて、そうなんです か？自分の人たちにも、いや、なんて言うんですかね、なんかどっちだよみたいな感じになりそうじゃないですか。これ相当 SF だと思うんですけどね。それこそ、ね、北野さんがやっぱり自分の書いた作品を SF だと思ってる、SF、これが SF だろうと思ってるっていうのと、やっぱり通じるものはありますよね。もちろんちょっと言ってることも方向も違うんですけど、私は、すごくこれは、SF というその何か SF がこれを SF と呼んでくれ、呼ばせてくれることを光栄に思うべきなんじゃないかとかね、SF の方がね、こういう作品いや、が、そんな。中にあるからっていう、なんかそれって昔、ほら、栗本薫さんと川俣千秋さんが、少女漫画論争で、少女漫画の中に素晴らしい作品があるから少女漫画は素晴らしいのか、少女漫画というカテゴリーがあるから素晴らしい漫画がその中に生まれるのかみたいな、そういう論争をしたようなことがあるって読んだことあるんですけどね。なんかそうした意なる味で、ほど。そうしたカテゴライズとかの部分の、なんていうんですか、面白さともう一つある、なんかそんなカテゴライズして、じゃあそこはじゃあでもちょっと逆に本質から遠ざかっていくんじゃないかみたいなところの、ちょっとそうした認識派みたいなものがこうした作品を読むと感じますよまあ、なんかにぎわいの一つにもしていただければ、それはね、盛り上がっ、いや、まもあ、う盛り上がりますよ、そりゃ。これ相当ですよ、やっぱり。というわけ端でっこの方でこう、ワイ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 。端っことかね、やっぱりその人のいる場所、いた場所が中心なんじゃないですか、やっぱり。そうですね。今日は、なんか場所っていうタイトルにしたのはね、やっぱこのいた場所っていうところからの連想ではもちろんあるんですけど、なんか、今ね、このリモートとか、あと、その人それぞれの、その人たちそれぞれの場所っていうか、そういうところから、なんかこう、スタートできるような感じのイメージにもしたいなと思って、そうで本当すはね。ね、天気良かったら、ちょっと近くをこう散歩しながら読もうかなとも思ってたんそうでですすけど、ね。そういうの良かっちょったでとすよね、ぜひ。雨が、
またそれこそ今後とも、今後とも続まけたて。ね、去年はキットインで NY プラス Y と、共演いただいあ、て、そうなんですそよ。すごい楽しかった。う、で、今あれ年はも。こういう形でやらせていただきましたが、また今後すともごよくろし楽くおしかっ願いいた。たします。また遊んでくださいとか。というわけで、またちょっと、ベイスターズの健康を祈りつつ、という感じああ、で。ねえ、もうそれは頑張る。てか、もう野球全体がね、です てね、か、ちょっと世今年の中は、全体がね、本当です、本当でいす。ろいろの、面白い方向に転がっていくといいなと思いますね。それぞれ。それぞれが。じゃあ、というわけで、ちょっと時間も押してまいりましたので、この辺りではい、すみ失ま礼せさん。せていただきあまりす。がとう。では、はい。それでは皆さん、おやすみなさおやすみなさーい。ーい。